2つの蛇口から出る水流。一見同量の水量のように思えるが、片方は半分の水量なのだという。しかも洗浄力は従来に比べて大幅にアップしているとのこと。その魔法のようなことを可能にしているのがこのアイテム。すでに世界6カ国で特許を取得しているという。これは次世代節水装置ジェットと言います。シャワーや蛇口の先端に取り付けるだけで従来の水道料金から最大で 50% 削減も可能になりました。継続的な大幅節水により経費削減ができ、シャワーを使用される施設では燃料費の削減並びに CO2 の削減効果も期待できますので、地球環境の保全にもつながっています。企業魂ナビゲーターの吉岡さくらです。2018年水道の民営化が閣議決定されました。それに伴い世論では水道民営化により水道料金の値上げやサービスの低下などが懸念されています。そんな中、今までの蛇口に簡単な取り付けだけで平均 20% から 30% の節水が期待できる画期的なアイテムが開発されました。この次世代節水装置ジェットにより、通常業務で水を多用する企業にとっては大幅な経費削減が可能となりました。さらに注目すべきは、設置のメリットが経費削減だけではないという点です。企業魂、今回はそのアイテムと開発企業を追いました。東京都中央区、ここに次世代節水装置ジェットを開発販売しているエコテクソリューション株式会社がある。エコテクソリューションは国内外の環境省エネサービスなどを手掛けている。2016年には国内大手通信会社 FT グループが参画し、 FT グループ子会社として販路拡大を行っている。 FT グループ取締役本部長の島田氏は参画の理由をこう語る。当社が掲げるインフラ事業、電気ガスに続き水道事業どうしようかと考えた中で、エコテクソリューションという会社に出会い、まさにこれであれば当社の事業拡大にできると考え、今回一緒にお仕事することといたしました。 FT グループのバックアップを受け、エコテクソリューションの社長に就任した彼は、三富俊和、ジェットを開発販売することに対して大きなこだわりを持っているとのこと。我々エコテクソリューションは、企業と地球を元気にするを社是に掲げています。私たちが生活していく中で必要なライフライン、水道料金をはじめとするエネルギーコストを削減し、さらに CO2 削減も行うことで、社会、環境、会社の三方よしを実現してまいりたいと思います。熱い志と技術力により開発されたのが次世代節水装置ジェットなのだ。ではそのジェットの特徴を見ていくことにしよう。電気、ガスについてはさまざまなエコ商材が出ている中で、節水というキーワードは周知されていても画期的な商品は出回っていませんでした。水を絞るだけでは意味がありません。簡単な取り付けを行うだけで使用感を損なわずに節水ができるアイテムを作りたいと思い開発いたしました。ジェットの特徴は、使用感や洗浄能力が低下することなく、塗水量は最大で 80% 削減を可能にした。さらに使用環境の変化にも対応するべく、8段階の塗水量の調整を行うこともできる。それを可能にしたのがこのベンチュリー管と呼ばれる装置である。ホースの先端を潰した際に水が勢いよく出る原理をオリフィスの原理と言います。そこに横穴を開けることで内圧と外圧の差を強制的に作り、
空気を吸い込む仕組みをベルヌーイの定理と言います。この2つの原理、定理を使用した仕組みをベンチュリー管と言います。このベンチュリー管理論を応用した設計により開発されたジェットを装着することで、塗水量の大幅削減以外にも様々なメリットが生まれているという。従来の節水コマでは水の量を抑えるだけで使用感の低下が懸念されておりました。このジェットを使用することにより、外気を購入することでボリュームが出て使用感を損なわなくなりました。さらにミクロの泡を取り込むことで肌感も良くなり、水の飛び散りも抑えられました。装着するだけで多くの特徴を兼ね備えるジェットは、すでに多くの企業にも大きなメリットをもたらしているようだ。節水装置ジェットはレンタル商品となります。レンタルのメリットは、レンタル代以上に水道代の削減ができるので、設置したその月から利益化できることです。またレンタル期間中は永久保証となるので、故障や劣化などのリスクなく導入していただけます。まずはお試しいただければと思います。東京両国にある大手スポーツクラブルネサンス。ルネサンスでは10年前より一部店舗を除く全ての店舗にてジェットを導入している。全店での導入を決定したその理由とは。最初に関西地区の店舗において試験導入をしました。その後全国に展開するにあたり、エコテクソリューション様と一緒に試行錯誤を重ねて、現在は弊社の推奨節水器具とさせていただいております。ジェット導入のメリットに期待しての導入、実際どのような効果が得られたのだろうか。導入したその日から節水効果が出ること。スポーツクラブはとてもシャワーが多い業種ですけれども、全国どこでも同じ使用基準で1日で施工が完了すること。導入前後において当社の要望に誠実かつ継続的に対応してくださっていることです。ルネサンス両国の支配人にジェットの使用感を聞いてみると、よくある節水シャワーヘッドだとお水がこう肌に突き刺さるような感じがあって痛みを感じるなと思ったんですけど、今回の節水器具のジェットをつけると、空気と一緒にこう水が肌に当たってくれるので、こう温かくというか柔らかくマイルドな感じをすごく肌に感じました。ルネサンス様以外にも多くの企業から選ばれているジェットの出荷個数は2018年現在で25万個を超えている。エコテクソリューションではさらに多くの企業の経費削減のために新商品を開発中とのこと。現在ではより多くの企業様に使用してもらえるよう、理美容室向けのジェットなどユーザー様のニーズに沿った開発を手掛けております。現状のジェット、さらに新しい業界へ向けた開発を継続し、さらなる業務拡大の準備をしているエコテクソリューション。2019年より事業部を大幅に拡大する予定とのこと。エコテクソリューションではさらなる事業拡大を目指しています。そのためお客様に喜んでいただける次世代節水装置ジェットを販売していただける代理店様、また一緒に成長していける活気のある仲間を全国で求めています。企業にとっては水道量の大幅削減、さらに使用する人にも大きなメリットを与えるジェット、エコテクソリューションは今後どのような未来を想像しようとしているのだろうか。これから迎える大幅な水道料金の高騰に備え、事前に企業様のエネルギーコスト削減に貢献できるよう、さらなる商品開発に力を注ぎ、節水業界の歴史に名を刻んでいきたいと考えています。
また節水で喜んでいただけたお客様へは、電気料金の削減や燃料費の削減といったニーズに合った商品をご提供し、省エネ全般のお手伝いをさせていただきたいと考えております。